それは脱げと言ってるんですか。皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。ご登壇の皆様しばらく、写真の方受けていただければと思います。王様役北村和樹さん、アンナ役蓮見理央さん、演出の小林香織さんにご登壇いただきました。それでは、国の将来を背負う王様役を務めます北村和樹さん、よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。はい、皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。すいません、ちょっとミュージカル風ですいません、気持ちが乗っております。ですね、今回はこの王様と私という中でですね、ミュージカル初挑戦と言いながらもですね、大役をさせていただきます、北村和樹と申します。本日は短い時間ですがよろしくお願いします。僕はこの仕事をいただいたのは夏、8月ぐらいだったんですが、返事したのが、その時にもうすぐにボイストレーニングを始めさせていただきたいと。で、まあ、最初は、他の仕事の兼ね合いもあって週1、週2しかできなかったりもしてるんですけども、それ以外に空いてる時間に、あと自分で空いてる日は必ずスタジオに行って、もしくはカラオケボックスに一人で行くような男になり、マイクを使わずに、譜面を持って、とにかく、先生に毎日声を出すことが、筋肉をこう使うことが大事だって言われたので、とりあえず本番、終わるまでは、とりあえずできるだけの努力だけは、しなきゃいけないなと。やっぱり他の方たちよりもやっぱりその経験もないので、できるだけ、声を出す練習であったりとかはしようと、今も毎日しております。はい、役柄的にやっぱり肌の露出の多い役っていう印象がありますけれども、なんか体を鍛えるとかビルドアップするとか、そういったことっていうのは何か取り組まれてる予定とか。それは脱げと言ってるんですか。小林さん、ちょっと補足していただけど、脱げと言ってる。でも今日もですね、あそこの前がですね、予定より結構開いてきてまして。そうなんですよ、北村さん仕上げてきてるな。見るたびにどんどん開いてきてて、ここが仕上がってきてます。あれと思って、それね、急に言われてもいいように一応覚悟はしてますけども、そこに触れますか。でも舞台はやっぱりね、人様の前に立つものでもありますし、やっぱりね、少しでもいいようになることも大事だなと思ってるので、もう少し本番までは引き締めて頑張ってみようかなと。結構宝塚のファンの方もきっといらっしゃるじゃないですか。皆さん綺麗もの見慣れてる方でなんで、あまりこうみっともない姿を見せるとなんかドン引きされるんではないかと思ってですね、実際こうやって強気で言いながらヒヤヒヤしてるんですよ。はい、なので少しでももう本当ギリギリまでは頑張れるだけ、老体に鞭打ちながら頑張ります。はい、そうですね、まだ反応というのは多分これからだと思うんですが、近い周りの声で言えば、簡単にその昔今までされた方、ユルブリンナーから始まり、いろいろされた方が皆さん顔がはっきりされている方が多いので、ぴったりだねって言われた時、必ず上っ面で言わないでくれと、もっと大変なんだという部分もありますし、やっぱりそのもっと近いっていうのは、うちのスタッフとかはやっぱりその技術面であり体力面であり、やっぱそういうこともやっぱり心配してくれたりもしますけども、とにかく終わった時にやってよかったねと言われるように頑張りましょうみたいなことが多いですね。まだここからね、いろいろいい意見も悪い意見もきっとあると思うんですけども、全部見終わった後にどういうふうな反応になるかっていうのは、もう自分自身の行動に
の答えだと思っているので、できる限りの努力はしたいなと思っています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。だんだんセンターの方寄っていきます。で、真ん中オフィシャルムービーさんです。お願いします。はい、ありがとうございます。だんだん右の方でお願いします。少し右の方目線いただきます。ありがとうございます。では一番最後グッと右に目線お願いします。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ以上でフォトセッションの方終了させていただきます。で、制作発表の会もこれで、お開きとさせていただきます、皆様、今一度盛大な拍手で、出演者の皆様お見送りください。ありがとうございました。